俺と仲間たちはうまくやってる。ピアソンとは相変わらずだが、気にしてない。約束はできないけど、クリスマスには勲章をぶら下げて帰れるかもしれない。でもその前にマリニーを取り返さないとな。シュメリング対ラモッタ。ラモッタは KO されてたろ。ありえない。それにシュメリングは俺が撃ち殺してやる。利用されてるだけだろ、ナチスにな。協力してるのは事実だ。ニーチェが言うには弱者が。おい、その話はやめろ。ルイス対ロビンソンならどうだ。38年のルイスだったらロビンソンの楽勝だろ。よう誰かと思えば。復帰は来週だったよな。クソったれどもにマリニーを取られそうなのに寝てられるかよ。作戦は順調だ。クリスマスまでには帰れる。傷を見せてくれよ。いいぜ。大したもんだろう。おお、その程度か。よくぞ戻ってくれた。ありがとうございます。よし、お前たち、こんな機会は滅多にない。ノルマンディを抜け出すチャンスだ。容易ではない。敵の守りは固く、戦車がいるとの報告もある。だがマリニーを掌握すれば進路を確保できるんだ。刺されてなお復帰したザスマンを思えば、俺たちの勝算は高いぞ。勝ち馬に乗ってください。ターナーには俺たちを守る使命がある。行くぞ。思い通りにならないのが戦争だ。よし、第一小隊出撃だ。さあ行くぞ。爆撃機が夜通し町を攻撃している。おい、お前の傷は全治2ヶ月だぞ。俺はいけますよ。信じてください。信じろだ。そんなものに意味はない。大丈夫なんだな。気分は上々です、軍曹。根性は認める。だが死ぬなよ。戦車が出るぞ。しっかり捕まってろ。揺れるぞ。何かニュースは？ピアソンに好かれてるな。はっ、ライオンは獲物が好きだからな。よし、行くぞ。お前らは変わりないようだな。ああ、そっちはどうだ。お前らだけに楽しませるかよ。ピアソンの下じゃ楽しみなんてない。お前らをいびるわけを知ってるか。カセリーヌ峠。俺の親友も死んだ。あいつは15条くらい降格された。無茶をして隊員が代償を払わされたんだ。任務めちゃくちゃ虐殺だった。ナチスは容赦ないからな。奴らが西の大陸を塞げなかったから助かったのだ。あの野郎のおかげで全滅するとこだった。ターナーは今も悔やんでる。ピアソンに任せた責任があるからな。ピアソンはお前らを理想的な正体にして帳消しにする気だ。やらされるのは俺たちだ。そうだ、よく分かってるな。だからあいつは諦めない。何としても帳消しにする。何としても欲しいな、まともな飯が。晩飯食ったばかりだろ。あんなもん飯じゃねえよ。なあ、バーベキューはどうだ。一瞬でやられたんだろう。葬式は必要ないよな。同じ人間だぞ。所詮ドイツ兵だろ。ダニエルズの言う通り、いいやつもいる。確かにケプラーやモーツァルト。さすが大学で。マレーネ・ディートリッヒ。そういうことだ。発明品も忘れるな。例えば印刷機や電子顕微鏡。フランクフルトは。勘弁しろよ。今の聞いたか。こっちに向かってる。知ってるかだ。来るぞ。チクショー。戦車から上がろう。西から外れろ。広がるんだ。行け。俺たちがシャーマンを守るんだ。あの対空砲は射程距離が長い。一門奪ってシュトゥーカを撃墜するぞ。左右にマシンガンがあるぞ。くそ、全員捨てろ。マシンガンを叩くんだ。左右に分かれ、側面から攻撃しろ。ゴーゴーゴー。いい腕だ。
グレネードを投げるぞ。弾をください。こっちだ上等兵。さあ、地面に伏せろ。伏せろ、どいつやろ。地面に伏せてろ。弾がいるだろう、上等兵。前進する。弾をください、注意。こらよ、ダニエルズ。こいつ野郎だ。あれが高射砲だ。近づいているぞ。戦車がシトゥーカにやられちまう。戦車には援護が必要だ。並木の向こうの対空砲を奪うぞ。爆撃機にやられてる。叩き落とせ。嫌がったな。二次方向。敵は状況が把握できてない。また来るぞ。西地方向。
こっちに来るぞ。シチューカーがこちらを攻撃してる。よくやったぞ、ダニエルズ。おい、ペレズだ。おい、ペレズ、大丈夫か。相棒のミルズがやられたが、反撃してやって。奴らはパック38で抵抗してる。排除するぞ。よし、ピアソン、何人か率いて果樹園を抜け、監視可能な場所を探せ。そちらがパックを叩き次第、俺はペレズと共に強襲をかける。イエス。ダニエルズ、ザスマン、俺と来い。行くぞ。ペレズの言ってたパック38ってなんだよ。キャノン砲だ。対戦車兵器。報告書を読まなかったのか。対戦車砲とやり合いってのか。同じことを考えてた。友軍機だ。 P47。 くそ、降車砲をもっと早く潰しておけば。仕方ないさ。これは民間人だ。戦争犯罪だぞ。お前アホか。相手はナチスだぜ。こっちだ。優位な場所を確保する。双眼鏡を使え。ペレズたちがいる。あのまま進めば全滅だ。対戦車砲の砲手を片付けるぞ。全員攻撃。対戦車砲は2門ある。砲手を始末しろ。スナイパーライフルを取るんだ、ダニエルズ。最初の対戦車砲は片付いた。もう一つだ。
グレネードを投げるぞ。位置を教えてください。オールクリア。気をつけろ、味方の戦車が残壕を越えるぞ。新たな敵が生垣の向こうにいる。戦車の後ろに回れ。全員後ろだ。後ろに回れ。このライノ戦車の出番だな。全戦車対前線。 MG42 だ。戦車の後ろから離れるな。見事だな。戦車で身を守れ。敵兵が塹壕から出てくるぞ。4人を狙え。右手だ。撃て。電車から離れるな。クリア。撃ち方やめ。撃ち方やめ。進み続けるぞ。有機部の後ろにも敵がいる。奴らの位置を。投降してるぞ。撃つな。救急キットを持ってる。伏せろ、どいつ野郎。ダニエルズ、敵を制圧しろ。注意。待て、指揮官が来るぞ。よし、聞いてくれ。
チャーリー中隊が攻撃されている。弾薬と火力支援が必要だ。直ちに分隊を送れ。我々はパンク寸前です。パンクするまでやれ。イエスサー。くそ、ジープで行くとして戦車の援護がいるな。それで行こう。ヘレズ、あいつらを援護するぞ。できない、コリンズからの命令だ。11師団と西へ向かう。くそったれ、チャーリー中隊は限界だぞ。ジープに乗れ、俺たちだけでやる。行け。よし、急ぐぞ。俺たちでチャーリー隊を援護するんだ。いいな、行くぞ。マリニーはどっちだ。道沿いに行った次の村だ。急カーブだ、スピードを落とせ。道が分かれているぞ。撤退中のドイツ兵に気をつけろ。奴らはチャーリー中隊と鉢合わせになる。先回りするぞ。こんな風に会うのはやめようぜ。そんな言い方はよしてくれ。ああ、来てくれて助かったよ。デイビスの命令のおかげだ。よし、もう進めない。お前たち命拾いしたな。よろしいですか。ああ、建物の向こうに敵がいるのでは。守るならもっといい場所に陣取りませんか。だったらお前が何とかしてくれ。軍曹、あいつも怖いんです。人の心配してる場合か。傷口が開いたらどうするんだ。俺は健康そのものです。ダニエルズ、あいつを見守っとけ。敵より危険なものはうぬぼれだ。全員休め。夜明けにマリニーを奪還する。